ロシアンブルーは猫の品種の一つ。ロシアンブルーの起源については諸説あるが、ロシアが原産の自然発生種であると言われている。以前の別名にアルハンゲルキャットがあり、これはロシアのアルハンゲル島を起源とする説、あるいはロシアの港アルハンゲリスクからイギリスや北欧に連れて来られたという説に基づく呼び名である。 他の別名として、フォーリンブルー、スパニッシュキャット、マルティーズキャットがあり、20世紀初頭までアメリカではマルティーズキャットとして知られていた。1875年にイギリスのクリスタルパレスで行われたキャットショーの際にはアークエンジェルキャットとして出場している。ロシアンブルーは18世紀中頃にイギリスや北欧に伝えられ人気を得たが、 第二次世界大戦中に数が減り、絶滅の危機に陥った。そこで、イギリス、アメリカ等において、ブリティッシュブルーとシャムネコの交配により回復が図られ、かつてのロシアンブルーの姿を取り戻すことができた。このため、現在のロシアンブルーの原産地はロシアではなく、イギリスとされることもある。短毛種であり、毛の色はブルーによる、ソリッドカラー。また尻尾に、 ゴーストタビーが見られることもある。アイカラーはグリーン、目の形はラウンド型、体型は、ホーリンタイプである。近年、ブラック、ホワイトなどのブルー以外の色、ネベロングと呼ばれる猫種が登場してきているが、ロシアンブルーという猫種としては認可されていない。以下の特徴については、現在スタンダードとして認められている、ロシアンブルーについて記す。ありがとうございます。